皆さんこんにちは。連休が続いて毎日動画を上げられて嬉しいメイドのリコです。動画編集に全部時間取られてコメント返信が遅れ申し訳ありません。この動画が投稿される頃には連休も終わっているので、投稿頻度が減ってしまって悲しいです。とりあえず今期動画化していく作品の1話は今回ので終わりかな。今回見た作品はこちら。最強陰陽師の異世界転生記、1話。こちらも表剣に続きサブタイトルがないみたいですね。漫画を読む限り設定自体は良さそげですが、結局オレツ永遠の自己顕示欲を満たしたいだけに見えましたが、アニメではどうなるか見ていきましょう。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは陰陽師だが1話のあらすじはこちらです。鬼が都を襲う中、幼い頃より幸せになれると思い力を求めていた陰陽師は、街中も関係なく爆発で燃やし尽くし、鬼ごと都を火の海にしていた。それが朝廷の勘に触ったのか、最強陰陽師は弟子に撃たれ敗れてしまった。足りなかったのは狡猾さだ。次はうまくやる。と生を終えた。しかし、異世界にて、聖火ランプローブとして目を覚ます。この世界には魔力というものがあるのに、聖火にはそれがない代わりに、呪力に溢れていた。なんやかんや子供生活を過ごしていると、兄たちの魔法の練習を見学することに。意地悪な次男坊ブライにそそのかされ、魔力ゼロにもかかわらず魔法を打つこととなってしまう。自分のまじないを見せたら強いってバレちゃうなぁ。でも弱者に見られるのはもっと嫌だなぁ。ドーン。炎の色が違う？無影将、なんだあの威力？父に自分も魔法を学びたいと進言するも、魔力なしで耐性した者はいないので教えるだけ無意味だとあっさり断られてしまう。という感じです。結構良い感じですね。漫画ではよくわからなかった前世でのお話であったり、式神の作り方だったり、イーファを仲間に引き入れた理由であったり、そういう細かいですが気になる部分がちょいちょい補足されていて理解しやすかったです。まさか自分で紙を自作して式紙を作っていたなんて思いませんでした。というかあなた、前世であんな暴れていたんですね。そりゃ朝廷から目をつけられるし討伐指令が降りても仕方がないですよ。最強の陰陽師だったら都を火の海にしなくても鬼を討伐できたんじゃないんですか？そういう部分も含め、何も考えていなかったから敵認定されちゃったんでしょうね。演出も結構かっこよかったですね。魔法や陰陽術の発動だったりは良かったです。陰陽術使う時の呪文っぽいのってなんて言ってるんでしょうね。それぞれ違う言葉を言っているから、何かしら意味があるのでしょうけれど、声が小さすぎて何度聞いても聞き取れませんでした。仏教、もしくは陰陽道に精通している人が解析してくれると嬉しいですね。でも漫画より強調されたのは演出以外にもあり、他者の見下しとオレツ永遠がより顔を出してきちゃいましたね。漫画の時にも言いましたが、どうして力を見せる必要があるんですか？自分の実力を見られたくない以上に、弱く見られたくないが勝ったってことですよね。幸せに暮らすことが目的であれば見せる必要ないですよね。家族だけの場なんだから別に力を見せなくってもこれ以上何か変化があるわけでもないだろうし、のらりくらりと過ごしていれば、そのうち家を出て自分の好きなように生活できるじゃないですか。そういうところが自己顕示欲を隠しきれてない部分なんですよ。地球にはなかった魔法体系に興味があり、魔法を追求していきたい。という研究欲が刺激されて、どうしても勉強したいんだということで魔法学園を目指すのなら理解できるんですけれども、今のところ、幸せになりたいから魔法学園に行く、という構図になっているように感じちゃうんですよね。だから、いやいや、何やってんの？と思ってしまうんですよ。あと漫画版のコメントであったのですが、魔力と呪力の違いがわからないんですよね。そもそも、どうして呪力なる異世界のものがここにあるんだっていう話ではあるのですが、それは転生時に引き継がれたってことにしておいて、呪力の説明がないんですよ。一番最初に口頭で、呪力があると言っているだけで、肝心の呪力そのものがわからないんです。結局のところ、魔力たくさんあってオレツ永遠と何ら変わりないっていう評価になってしまうんです。
でも、オレツ AA にさえ目をつぶれば、結構丁寧にわかりやすく進んでいますし、作画もいいですし、演出も結構いいので、今後どれだけ自己顕示欲を抑えられるかが視聴していけるかの鍵になりそうです。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。